沖縄の過重な基地負担を軽減するというのは沖縄選出の国会議員の大きな役割であり、まあ、そのことは日本全体の国会議員が考えなければいけないし、大きく言えば日本で政治を行うもの全体が共有しなければいけないという課題になっていると思います。しかしながらこのことが果たして日本全体の政治家の大きな共有する課題になっているかといえば、今私は残念ながらなってないと思います。まず私たちがやらなければいけないことは、沖縄の基地問題は過重な負担の軽減は日本全体の政治で考えなければいけないんですよと、そういうことをしっかりともっと沖縄からアピールをしていかなければいけないと思います。私は10月1日に今度野田内閣で防衛と防災と郵政の担当大臣になりましたけども、この大臣を受けるときに私が考えたことは、間違いなく私はこの大臣という職の中で沖縄の基地問題を全国の課題にしていこうということを考えております。閣僚懇談会というものが閣議後に行われますけれども、毎回ごとく私は沖縄の基地問題についてお話をさせていただきます。今度の事件事故がありました、まあ、それについても私は外出禁止令を最初に提案をし、そして10時以降の禁酒政策も今回提案をして決めることになりました。まだまだ私たちやらなければいけないことはいっぱいあります。そして最終的にはこの基地問題においては地位協定の改定というものをどうやって実現するか、私はその課題に向けてスタートする。しかしこれが解決実績になるまでにまだ時間がありますから、その間にできることを基地問題しっかりとやっていかなければいけないというふうに思っております。そしてもう一つは嘉手納以南の土地を返す、そして、海兵隊の、兵隊のグアムへの移転を行う、その2つをまずしっかりと今の段階でやっていくことが大事だと思っています。政府は辺野古移設であります。しかしこの辺野古移設はそう簡単に実現できるような状況にはありません。この難しいという状況をしっかりとまた沖縄の声を伝えていくのも私の役割だと思います。オスプレイにおいても今オスプレイの配備が進められておりますけれども、この配備があったにしてもこのオスプレイの負担軽減を減らすためには本土への訓練が必要になってまいりますから、その意味において比重大、大分の比重大、そして静岡の東富士、そして北海道の八尾スペース、この広大な演習地にオスプレイの訓練を移していく、沖縄の負担を軽減をしていく、配備は沖縄であっても今できること、この訓練の移設を行っていくという作業もやらさせていただきたいと思います。政府内において私ができること、そのことの基地負担軽減を全力で投球して頑張ってまいりたいというふうに思っています。経済においては何といってもこの観光がリーディング産業でありますから、このリーディング産業の観光を伸ばしていく、そのための大きな起爆剤になる那覇空港の並行滑走路が今度決まりました。来年の10月に着工します。2200億かかると思います。復帰後最大のプロジェクトになります。それができると7000人の人たちの働く職場ができます。この7000人の方々が、若い人たちが働けるということは大きな魅力につながります。そしてその日本の滑走路で乗り降りが30万回になります。現在14万回であります。1000万人観光客という言葉が私たちの目標ではなくて実現できることになりました。この空港ができるということは沖縄全体が変わっていく、そのことの大きな意味を持つことを私たちはこれからもしっかりと訴えていく。そして沖縄に投資が始まるでしょう。日本の滑走路を持っているのは北海道と沖縄だけであります。そういう意味では沖縄の新しい力強い経済が動いていくことは間違いありません。そして鉄軌道、これも私はやってまいります。1億円、そして今度は25年度の予算では3億円の調査費をつけました。確実に実現していきます。そして北部と那覇と結び、1時間以内でお互いが通えるようになれば10万人を超える方々が北部に戻ると言われております。このことで大きな沖縄全体がバランスのいい経済政策ができると思います。行政改革を進めてまいります。まず議員の定数削減をしなければなりません。一員制が私の目標です。一員制で300、この数字をしっかりと守っていきたい。まず政治が示さなければ行政改革ができない、そんな思いで議員定数の削減にまず最初に取り組んでいきたいというふうに思います。